しゃべるブログ。神田神保町に神保町シアターという映画館がある。各階完全入れ替え制、99席のミニシアターだ。いつできたんだろうか。古本のイメージがある神保町にしては少し不思議な建物。スタイリッシュだ。ここは何やら企画ものを上映する映画館らしい。6月8日から7月5日までの上映は、追悼企画、市原悦子と樹木希林、個性派と呼ばれた2人の女優。行く行く、見に行く。6月某日、雨。私はレインシューズを履いて神保町に向かった。上映の15分前に劇場に着いた。整理番号は50番。私の後ろにはあと2人いる。席は全部で99席だから、まあよく入ってる方か。平均年齢は72、3歳、いやもっと上か。白髪のおじいさまたちがやけに目立つ。この回の上映は、樹木希林出演の幸子の幸。昭和51年、日活作品だ。昭和20年代の新宿2丁目を舞台に、赤線で生きる女たちの姿を描いている。樹木希林は赤線の女の一人を演じた。ああ。なるほどね。お客さんに男性が特に多いのはそういうことね。エロチシズムはいつの時代も人を動かすのだ。さて、日にち変わって7月某日、この日も雨。本日の上映は市原悦子出演、木枯らし紋次郎関わりござんせんだ。昭和47年、東映京都の作品だ。主演は菅原文太で、市原悦子は紋次郎の生き別れた姉を演じた。さて、少し話はそれるが、上映まで30分ほど時間があったので、私は一旦劇場の外に出た。時刻は午前11時30分。お腹に何か少し入れておこう。劇場の隣はラーメン二郎だったが、私の胃には少し重い。いや、だいぶ重い。立ち食いそば屋に入り、温かいたぬきそばを頼んだ。テーブルの上に、お好きなだけどうぞということか、ネギの刻んだのが入っている壺があった。蓋を開けてびっくり。何もない。今まだ11時半だよ。もしかしたら私の前の人、いやさらに前の人が丸々一坪ネギを食べていったのか。私はお店のおばちゃんに声をかけた。すいません、これ空っぽですよ。おばちゃんは、教えてくれてありがとうございますと言った。そして私が店を出るときに、お気をつけてと声をかけてくれた。なんだか嬉しかった。さてさて、映画だ。幸子の幸も
木枯らし紋次郎もどちらも初めて見たが、昭和の映画はいい。なんていうのかな、ゴツゴツしていてストーリー展開も雑だったりするのだが、人のぬくもりみたいなものを感じる。市原悦子やキキキリンはそんなぬくもりを持っている女優だった。